はいどうも、アイチャンネルのしぐれです。ちょっと今日は映画じゃなくて NBA のスター選手について話をしようと思う。彼の身長は決して高くはないが、機敏な身のこなしと正確なスリーポイントシュートのみで3回チャンピオンを勝ち取った。ケビン・デュラントは彼を100年に1人の天才と称し、コービー・ブライアントは彼のことを歴史に名が残るシューティングカードと伝えた。彼は周りに流されることはなく、自分のスタイルで時代を切り開いた男。彼の名はステフィン・カリー。2004年、シャーロット・ホーネッツ所属の元 NBA プロ選手のデル・カリーは、自宅の庭でシュートの練習をしている息子を見ていた。何回も押し出すようにボールをシュートする息子を見て、デル・カリーは我慢ができず、息子の練習を中断させ、お前のシュートの姿勢には問題があると言った。その子がまさにステフィン・カリー。彼は当時、ノースカロライナ州シャーロット・クリスチャンスクールの得点王として名が知れ渡っていた。しかし、父親から見て、息子の標準的ではないシュートの姿勢では NBA の世界に適応できるか心配だった。だが父親は考えすぎだった。それ以前に息子は卒業後、志望校からの通知表が届かなかった。大学側から高校の成績や家庭環境などの情報は知られてはいたが、183センチの身長と72キロの体重では NCAA を勝ち抜くには厳しいと判断された。これにより1969年以来 NCAA 主催のリーグ戦で優勝したことのないデイビッドソン大学は思わぬ拾い物をすることになる。他に選択肢がないカリーはこの学校に入学し、彼のレジェンドはここから始まった。第1シーズン、カリーは平均得点 21.5、 デュラントに次ぐ全米2位を獲得。122回のスリーポイントで NCAA の記録を書き換えた。第2シーズン、カリーは平均 25.5 点を獲得。チームを率いて26対6の優勢で勝利した。決勝トーナメントではカリーは試合前半30分10回中8回の命中率でゴンザガ大学に打ち勝ち、その後33点を持ってセカンドシードのジョージタウン大学を淘汰した。その年のチャンピオンであるウィスコンシン大学でさえ彼のシュートにはおののいた。試合時間が残り17秒、2点リードの状況で彼らの支持者の叫びはディフェンスではなく悲鳴だった。彼らはもしカリーがシュートすればウィスコンシン大学は1点差で負けると知っていたからだ。幸い3人のガードで固められていたカリーはパスを選んだ。当時の人にとってカリーのチームメイトよりも彼がガードを前にしたシュートの方がよっぽど脅威に思えた。従来の流れによればカリー選抜に参加するはずだったが、彼は確実に NBA に認められるため1年留年することを選んだ。シュートだけでは足りないと考えた彼は1年間ドリブルや指揮能力を鍛えた。ブレイク・グリフィンがロサンゼルス・クリッパーズに、ジェームズ・ハーデンがオクラホマシティ・サンダーにそれぞれ選ばれるのを見たカリーは笑っていた。しかし7番目の名前が呼ばれた時、カリーは驚愕する。計画通りだとマイク・ダントーニがコーチを務めるニューヨーク・ニックスに行くはずだったが、ニックスのファンのように猛抗議するわけにはいかず、彼は静かにステージに上り、ゴールデンステート・ウォーリアーズの帽子をかぶるしかなかった。ゴールデンステートの訓練キャンプで、カーリーはチームのリーダーのモンタ・エリスに、光栄は自分にやらせてほしいと言ったが、彼の言葉は聞き入れてはもらえなかった。カーリーは沈黙を選び、エリスの陰に自分を隠した。唯一、エリスが怪我で交代をした時にだけ、自分の才能を発揮することができた。そんな抑えられた状況下でも、彼は 17.5 点の平均得点を獲得。カリーの NBA キャリアは目立つことなく始まった。2010年から11年シーズン、ウォリアーズの旧時代は幕を閉じた。新しいコーチの攻撃は最大の防御スタイルの指導のもと、カリーの才能は遺憾なく発揮される。彼はより少ないシュートでエリスより高い得点と命中率を得た。これによりウォリアーズの運営は重大な決定を下す。彼らはエリスをトレードし、カリーの育成に専念した。事実、カリーは歴史に名を残せる得点王になる。マーク・ジャクソンが彼のためにエレベータードア戦術を開発して以来、ウォリアーズの運命は変わった。サンアントニオ・スパーズが準備できてない状況で、ウォリアーズはデンバー・ナゲッツを破り彼らの前に立つ。マヌ・ジノビリに立ち塞がれなければ、ウォリアーズの勝利への道はもっと早くに訪れていたかもしれない。14年から15年シーズン、カリーはウォリアーズ最大の切り札になっていた。11月を末にカリーがマイアミヒートから8回スリーポイントを勝ち取ってから、彼の勢いはとどまることを知らない。ワンシーンで286回のスリーポイント、369試合で1000ポイントを勝ち取り、スリーポイントシュートコンテストチャンピオン。ウォリアーズではウィルトン・チェンバレンに次ぐ2人目のレギュラーシーズンの MVP に選ばれた。
彼の勢いはプレーオフでも続く。数々のチームを破り、ついにファイナルまでたどり着いた。より優れた戦術、より優れた人員配置、天地人、全ての利を得たウォリアーズは、守りでしかチャンピオンを取れないテイリを打ち破り、自分たちが初めてのチャンピオンを勝ち取る。しかし奇跡は長続きしない。ウォリアーズは敗北し、かつて73勝を勝ち取ったチームは準優勝にとどまる。レブロン・ジェームズのダンクとカイリー・アービングのスリーポイントにより73勝を勝ち取ったウォリアーズは優勝を遮られた。カリーは頂上に登る直前に引きずり下ろされてしまう。ファイナルの後、彼の溢れる称賛は疑問に変わった。去年のチャンピオンはまぐれであり、73勝は最後の輝き、スリーポイントだけでは時代を築き上げられないと。その年、カリーはいろいろ失うものもあったが、得るものもあった。他人の疑いに対抗する勇気と、 WCF でオクラマホシティサンダーに勝ったこと、デュラントがチームに加わった。全ての人が驚き、ウォリアーズの時代はついに始まる。どのチームでも全盛期のウォリアーズには勝てなかった。ジェームズ率いるクリーブランドキャバリアーズでさえかなわない。彼らの本当の相手はハーデンとポール率いるヒューストンロケッツかもしれない。18年の WCF は NBA10 年以来最高の視聴率を得た。7回の悪戦の中、アンドレ・イグダーラを失ったウォリアーズはポーラを失ったロケッツに勝利する。ジョーダンと肩を並べられると言われたハーデンはしまいにカリーに敗れることになる。5年で2億の契約を交わしたカリーは人生の勝ち組となった。4年で3回チャンピオンを勝ち取った彼は2年遅れてようやく夢に描いた頂上に登る。しかし誰も頂上に居座り続けることなどできない。カリーはやがてその頂上から崩れ落ち、歯を食いしばりながらコーナーの角に座る。カリーはクレイ・トンプソンが苦痛に倒れるのを見ていた。いかなるスター選手であれ、怪我からは逃れられない。デマーカス・カズンズ、ケビン・デュラント、クレイ・トンプソン、ウォリアーズが誇る無敵のメンバーは運命に呪われたように不調に陥り、2019年でトロント・ラプターズに敗る。ウォリアーズの時代は終わったが、よりカリーの偉大さを際立たせることになった。頼りになる仲間たちがいない中、カリーは自分を証明する道を選んだ。2つのシーズンで彼はチームの協調性のため諦めた主導性を取り戻した。正確なスリーポイントと鮮やかな身のこなしにより得点王を勝ち取ったことは彼の最後の意地だった。彼は再び自分が一つの時代を切り開いた確かなものなんだと証明してみせた。つうわけで今日の話はここまで。カリーの物語はこの後も続いていき、アイチャンネルの動画も引き続き更新していきますよと。ちゅうわけで今回はありがとうございました。アイチャンネルしぐれがお送りいたしました。せーあーい。